豊橋の山本スポーツです。今日のね、社長の湯もみ加工のライブということで、今からお届けしていきます。今日はね、ドナイヤのオーダーをね、今から4つ加工していきますので、どうぞ最後まで、ご視聴ください。よろしくお願いします。はい、まず1つ目はね、こちら、はい、見えますかね。はい、東京の方からのご注文のグローブで、基本形は DJIM、ヤマダモデルのね、タイプになりまして、パープルをベースに、イエローで、ヘリ側がレッド。で、こちらね、ラベルが赤のチェックになっております。はい。要望としてはね、ポケット深めで、柔らかめを仕上げということで、ご注文いただいております。ちょっと手が大きい方ということなのでね、手入り口のところもね、はい、手入り口のところもちょっとこう広めにしてね、加工していきます。はい、では、ここで見えるかな、ちょっとこんな感じかな。はい、まずはね、土手の部分をしっかり揉んでいきます。こちら指側の方の関節をつけていきますね。今度親指側の方の関節をつけていきます。まあね、柔らかさをね、ちょっとこう強調したいということはね、ただまあこういった指の芯のところはね、まあ、揉まずにそのまま硬さはね、このまま維持しておいて、よりこう開閉しやすさを意識して柔らかく仕上げていきます。ポケットはね、ちょっと深めでこう叩いてみます。で、これでちょっとね、はい、いつものこちらでドラゴンボールで、呼吸面の
部分をこれね、ちょっと整えていきます。しっかりね、はみ出しがすっかりこう前に向くように、で、この辺りのね、ちょっと凹凸をしっかり押さえてあげるようにしていきます。ちょっと昨日はね、お休みをいただいて、マーケティングのね、ちょっと勉強に行ってきました。昨日はちょっと大阪、一日大阪だったんですよね。じゃあまず一つね、こんな感じで仕上がりました。はい。よし。では続いてね、こちらは、はい。神奈川県からご注文をいただいた方のグローブになります。はい。基本形はね、こちらも同じ DJNIM ということで、サイズ7の山田鉄道モデルになります。はい。まあ、仕上がりはね、深めで、まあ、土手紐をね、ちょっとなしっていう形で、まあ、全体的にはね、固めの仕上げで、ということで伺っております。はい。まあ、ポケットだけはね、しっかり叩いていきながら、まあ、この開閉の部分はね、そんなを柔らかくしずに、まあ、どうなんでしょうね。ポケットだけはしっかりこちらでね、作らせていただいて、あと、まあ、柔軟性はね、まあ、使いながら、徐々に自分の型に、されていくっていう感じでしょうかね、こちらの方は。だいぶ涼しくなってきましたんでね、皆さんの地域どうですかね、今。ちょうどこちらもね、まあ、長袖を着てちょうど着心地、感じがいい感じですね。まあ、硬さはまあこんな感じで効くので、あとこれでポケットをね、しっかり、叩いて整えていきます。
ですね。まあ黒をベースに、まあ白と青と、はい。でワンポイントというかね、襟側と玉はみが黄色ということでね、はい。まあ、全体的に、まあ、このような配色ですね。はい。2つあるんでね、ちょっと開店前までちょっと間に合わないかもしれないですね、これは。はい、じゃあこういう感じでね、仕上がりました。はい。ではあともう2つあるのでね、これをちょっと間違え、よいしょ、はい。ちょっとこういったね、白系のグローブはまあ、色がちょっとつきやすいので、あらかじめねちょっと、まあ、水にちょっとつかせておいて、それからねちょっとお湯につけます。じゃあポーンとね、よいしょ、2つ、はい。白のね皮はちょっと色がつきやすいので、で、なんて言うんでしょう、こう紐のね、色落ちがどうしてもあるので、特にね赤と青は色がこう出やすいので、なのでちょっとあらかじめね、あらかじめ、真水にちょっと 2,3 分つけておいて、なるべくお湯につける時間をちょっと短くするような感じです。おはようございます。よいしょ、ちょっと今のうちにもしコメントがある方がいらっしゃったらちょっとね見ていきます。はい、朝から皆さんありがとうございます。はい、ではちょっとそろそろね、こんな感じが見やすい、ちょっと反対にしとこう。よいしょ。
ね、急ぎだったもんだから持ってた。持ってたね。あのよ、はい、これで黄色のはあの前ヘビンっていうのはそこにあったやつ、はい、と黄色2個と、うん、あの高いやつ4個で、他のは今日配達できましたね、うん、私映ってる、映ってる、あ、やばい。まあ、いいけど。え、消しといてよ。あー、キーパー消えない。やったライブでは仕方ありませんよね、これは。今はね、パートの方がね、昨日僕休みだったんで、昨日の状況をね、まあ、報告しれてくれたってことですね。やっぱりね、ちょっと赤系の紐はね、どうしても色が出ますんでね。まあ、ドナイヤの皮はね、まあ、しっかりされてるのでね、こう色落ちはほとんどないんですよね。どうしてもただ紐はね、色がお湯につけるとどうしてもちょっと落ちちゃうっていうか、ありますんで。ちょっとね、色がこうどうしてもこっちの方は白と青のグローブで、こちらがね、パープルの方のグローブですけど、ちょっと紐の色がどうしても出ちゃいます。はい、止めて次はこれでね、はい、ちょっと中で揉んでいきます。向きは、はい、こんな感じで、よし、はい、じゃあまずこちらね、白色のグローブの方で、基本形は DJN-II というサイズ5のタイプになります。富山県からね、ご注文いただいた方のグローブになります。はい、ポケットとかね、全体的な仕上げは、まあ、こちらのお任せということで、ご注文をいただいてるんですけど、まあ、一つ要望としてはね、小指2本入れということでね、小指のところを、まあ、このような形で2本を入れれるような設計で、ちょっとしっかり型をつけていきます。はい、
じゃあこういう形で、ね、仕上がりましたね。はい、では続いてねこちら千葉県からご注文いただいたグローブのグローブです。はい、こちらも、サイズ7の基本形で DJ の IM ということで、本体はパープルを使用してもらってね、白とまあ、イエローをワンポイントで使っていきながら赤色のね、文字入りのラベルです。はい、こちらの方はね、ポケット深めで、まあ、全体的に、ね、柔らかめのご希望ということで、型をねじゃあ進めていきます。ちょっとね、指の関節をちょっとずつつけていきます。親指側の方もね、ちょっと関節をつける感じで揉んでいきます。じゃあこれポケットを叩いていきます。ポケット深めなので、ちょっとこういった形で人差し指と、ね、中指を出してポケットをちょっと叩いていくとポケットの方が横ちょっとずつ深くなっていきます。ちょっと涼しいかなーなんて言ってましたけど、さすがに4つ目だと汗かいて暑くなってきました。
ではこういう感じでね、仕上がりました。はーい、よし。ではちょっとね、あとはい、ちょっと他コメントとかあれば、特に今日はねないかな。はいですね。しょ、はい、今日もね、芋煮加工のね、あの動画をお送りしたんですけど、昨日はちょっと休んでたんでね、今日はちょっとしっかり頑張って仕事してきますんでね、皆さんもね、今日一日仕事頑張っていきましょう。それではまた。はい、ありがとうございます。